です。今回はですね、こちらの GR ヤリス買っちゃったんで紹介していこうかと思います。誰が買ったの？いや、俺買ったんだ。これちょっと俺が買ったはずなんだけどな。これカン君買ったやつか。なんか貸し合ったっけ？俺買ったつもりでいたわ。これカン君か。乗れないよ、ちっちゃいから。ダメか。という感じで、ちょっとね、カン君が買いましたんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。で、1年4ヶ月だっけ ?1 年4ヶ月待ちました。1年4ヶ月待ったからね。注文して。ね、しばらく、まあ、ちょっとスポーツカーみたいなお休みしてて、S2 以来だもんね。そうだね。3年ぐらい ?3 年ぐらいだね、そうだね。で、サーキット復活するみたいなんで、ちょっとね、やりすね。バチバチに走ってきたもんで、ちょっといいタイム出してもらいたいですね。そうですね。はい。という感じで、じゃあちょっと紹介していきましょう。これグレードなんですか？グレードはRC というグレードになってます。競技グレードで、カタログに載ってないんですよ。あ、載ってないんだ。そう、普通のグレード一覧には載ってなくて、なんかトヨタのモータースポーツのところに載ってるグレード。まあもちろん普通のディーラーでは買えるんですけど。うん。まあそういうグレードになってます。まあ競技向けっていうか、競技向けだけど、もう省いてある。いろんなもん省いてると。エアコンもオプション。スペシー的なね。スペシー的な。エアコンもオプションで、オーディオも、オプションの設定もない、オーディオは。あ、そうなんだ。自分で工夫してつけるしかない。そういうグレードですね。走るような。走るような。はい。なんかじゃあ、変わってるところっていうか、オプションはどこがついてるんですか？まあまず、まあモデルとしては 4WD の 1.6 リッターターボっていうのは他のグレードと、まあ、FF の 1.5NA のグレードもありますけど、それは共通で、 RC グレードになると17インチホイール、ラリー向けだから、多分ブレーキもちっちゃくて、あ、いや、対抗だけど17インチだけど、それをオプションで上級グレードのやつの18インチとブレーキ、それのセットのブレーキ変えることができて、これが確かにオプションで5万円、5万円で18インチにできて、ブレーキもでかくなると。355ミリかな、フロントのローター系は。素晴らしいですね。結構大きい2ピースで。そう、2ピースローターで、最高キャリパーで、でホイールは円形製の18と。はいはい。でタイヤも変えちゃって。そう、タイヤもね、もう某 WRX オーナーに騙されてですね、もう 71RS コテンザのちょっと買っちゃいまして。これはね、ラジアルで素晴らしいと思う。これはちょっととりあえずこれで走りに行きたいなと。ちょっと車庫帳を買うお金ないんで、純正の足でタイヤだけ変えて、競馬で当ててね、競馬で当てればね、車庫帳買えるんですけど。なるほどね。はい。であとはフロントのリップスポイラー、横まであるんですけど、素晴らしいねこれ。ここまでね、空力っていうか考えられてるね、ここのも。そう、これがまあトヨタのオプションのやつで、なぜか後ろのガーニーフラップがセットで、これ単体で買えないみたいで、フロント買うとこれがついてくる。そう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 、フロントとセット、前後セットで。でまああとは RC グレード、 RZ ハイパフォーマンスって一番高いグレードだと、これフォグのカバーとか、艶あり、艶ありの塗装の艶ありだけど、それ以外はいわゆる樹脂のスクーターの足元みたいなやつですね。でヘッドライトとか灯火類はみんな一緒、 LED の。ウインカーもいいね、こういう感じで、まあ光る、まあ今時の光り方するのかな。まあフロントはそんな感じで、一番そのさっき言った RZ ハイパフォーマンスであれば、ここがタイヤハウスに抜けずブレーキダクトになって。あ、そうなんだ。まあそのうちちょっとこれは確認で5、6センチ聞いたんで、走るならね、ちょっとまあつけようかなと。まあフォグランプも普通にあるのかな。あ、これ純正なんだ。純正フォグランプ。いらないね。いらねえな。ブレーキダクトにしまって。まあそういう感じですかね。でルーフは全部カーボンなのかな。そう、ルーフは全部カーボン。オートマ CVT のもカーボン。そうそうそう。あ、そうなんだ。GR ヤリスはカーボン、まあ、リアも対向キャリパーですね。変わってんだね。うん、変わってるちゃんと。まあ、後ろは別に大したあれは変わってない、変化点はないから。なるほど。はい。ワイド感ね、ここのすごいよね。まあやっぱこの車を買った理由は、はいはい、まあ一番は僕の体型に似てるのかなと低くてワイドだとやっぱ自分に似てるのが好きだと。そう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 まあ犬とかもそうだと思うんだよね。やっぱ自分の顔に似てる犬みんな飼い主飼いがちだから、はいはい、車もそうなのかななるほど、そうそうそう。じゃあこれ続いて後ろなんですけど、まあ僕がつけたバックカメラ、意外とそれなりに見えるんじゃないかな、それっぽく。なるほどね。加工してつけたんですけど、やっぱバックカメラに慣れちゃうとね、ないと乗れないんで。でこれはね、オートバックドア、アルファードみたいななんてもんはねえんだけど、ないね、勝手に。アルミだからすげえ軽いんですよ、ね、で、まあ、後部座席ね、こんだけしかない。これは何の動物がこれはぐらい入りそうですか。まあそうだね、ウェルシュコーギーぐらいじゃないですかこれぐらいしか。ああ虫入っちゃったよ、虫。危ない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 。まあ、コーギーが1匹、ミニチュアダックスだったら2匹ぐらい入るんじゃないですかこれでね、後部座席はねぶっちゃけこんだけしかないけど、さっきと行く時なんかは、うん、後ろ倒すんでもうずっと倒しっぱなしになってんじゃないかな。なるほどね。でこうすればタイヤ4本詰めるし、うん、工具も詰めるし、うん、意外と詰める。夜のベッドにもなると。まあ言うたら無理かな身長的に俺だったらいけるかもしれないけど問題は相手がいないっていうだけなんだけど別に一人で寝るのいいのか、ベッドだから別に一人でいいのか。そうですよ、何を言ってますかでここ蓋を開けると秘密基地が。これがですね、バッテリーですね。バッテリーがまたでかいんですよね。あれか、関連仕様。関連仕様だからでかいのか。冬場から乗るんで寒いから関連仕様にしたんですけど、まあバッテリーがでかくなってるのか。ちょっとサーキット。窓も撥水窓なんだっけ。そうそう、なんかね、横のガラスがね、撥水ガラスらしいです。で、あとここにね、インタークーラーウォータースプレーのタンクがここにあると。まだ一回も使ったことないんだけど。なるほどね。はい。であれか、パンク修理剤なんだ。ああそうだね、スペアタイヤなんかもちろんないんで。時代だね。そうそう、時代ですね。でここに、まあ、これはちょっと工具が別だけど、車検証後なんかぴったり入るスペースがあったり、まあ、これはマックガードのホイールナットですけど、まあこういうのがスポッと入って、まあ多分オートマのグレードになるとバッテリー前らしいんですよね。でここはもうジロバランスでやっぱこのターボモデルは速さを追求してるんで、やっぱこういう重要バランスに気遣ってると。でオートマモデルはやっぱ日常使いがメインなんで、ここは全部荷物入れにちゃんとなってると。やっぱトヨタさんすごいよくできてる。なるほどね。でこれもね、このまま下ろすと、いや違うね、これね、どこに引っかかるんだっけ。あ、引っかかる。そう、引っかかるようにできてるねこれ。どこだっけ、ここが。なるほど。あ、そうそうそう、こうやって引っかかるようになってる。やっぱよくできてるんですよね。そうなんだ。まあこんな感じですね。ボンネット行ってみましょうか。続いて、ボンネットですけども、ちょっとオープンザボンネット。スバルはこれ下なんですよ、ここ。おお、トヨタも一緒。一緒だ。ダブルキャッチではないね。これ会社もあれなんだね。ダンパーじゃないんだね、やっぱ。やっぱ重量なのか、重量とコストと両方あるのか。熱い。熱い。熱いね。まあボンネットを開けても、まあこれといって別に何も変わってないんでね。まあバッテリーがないしぐらいですか。まあこの 1.6 リッター、3気筒ですよ。3気筒ターボエンジン、バイクとか軽自動車、トライアンフとか軽自動車によくある3気筒エンジン。最近だと BMW とかもね、3気筒使ってますけど、意外とねこれエンジン良くて、なんか全然3気筒のなんか安っぽさとか特に感じないし、乗ってると全然普通。意外とやっぱよくできて、ちょっと上級グレードっていうか他の車にも派生していってもいいんじゃないかなって思うような。確かにですね。で純正よりね 0W20 やば、柔らかいシャバシャバな。俺は柔らかい方が好きです。何の話だよだそうです GR ターボ、これ確か手組みのエンジンで、なんかやっぱ職人が、組み立てたエンジンらしいんですよね。はい、だけど確かね、組み立てた人のプレート、ここにあった匠プレート藤原匠ちょっと匠違い字違うんですけど、ちょっと画質悪いのがいい。そうなんだ。匠プレートがあって、匠プロジェクトじゃないですか、ね、下山さん組み立てたんですかこれ。へえっていうのがねあるらしいです。すげえ今時でね、この時代にすごくお金がかかった車だなっていうのがまあそういう印象ではありますけど、はい。であとまあボディはね、あボンネットはまずアルミで、フェンダーは鉄かな、でドアもアルミ、ルーフもカーブ、まあいろんなところにこだわった車ですよね。まあ一瞬見るとちっちゃいコンパクトカーに見えますけど、知る人が見ればこんだけワイドだったらね、なかなか威圧感もあるし、見る人が見れば速い車だなっていうふうに思うんじゃないかなと思いますけど。じゃあ中をちょっと見ていきましょうか。これシートは？シートは RC の純正。RZ とか違うんだ。RZ 確か革なのかな、オプションなのかもしれないけど、まあこういうのはねやっぱ走りは変えちゃうんで、そうもうそういうの買う必要がないっていうね。そうだから結構素材はちょっと安っちいと思いつつも、意外とホールド感はね乗るとねしっかりしてるよね。しっかりしてて意外といい、うん、だけどもう家にもう2脚フルバケはあるんで、準備がもう用意周到、そう買おうかなと思ってます。であとはなんだろう、これといって大きな差はないんですけど、まあシフトノブもね多分安っちいやつなんだこれ。なんかビニールなのかレザーなのかよくわかんないけど、安っちいやつで、まあエアコンオプションでついてます。あとなんかナビみたいなの、それなんですか？これでディスプレイオーディオです。カロッツェリアの。これね、民からの諸先輩方がですね、やっぱすごいんですよね。純正のパネルを使って綺麗につけますよっていう情報を耳にしまして。ちょっとつけてみますか。つけてみますか。あとね、何がすごいって、鍵がね、鍵なんですよ。鍵なんですよ。スマートキーじゃないんですよ。ひねる普通のキーです。今時ないですよなかなか。でメーターはまあいわゆる普通のメーターですよね、昔ながら、うん、まあ液晶は中にありますけど、なんかカローラとかになればこれ全部液晶になっていろんな表示ができるらしいですけど、まあ表示は大したことはできないんですけど、ただなんか車両情報でこれ4駆の駆動配分が見れたり、今ちょっと走ってないから分かんないですけど、うん、あとはブースト系とか、こんな全然走んなの言えないですけどね、こんなの。確かに日本系油圧系なんか、これもこれ見てたら事故っちゃいそうなぐらいちっちゃいですけどねはい。であとはそのさっきのディスプレイオーディオ、はいはい、これはね綺麗にまたついてるんですよ。これも自分でまあ多少の加工はねステーの加工とかはありますけども、全然もうほぼピタピタっとついちゃう。すごいね。で壁紙はまあちょっといじって GR っていうちょっといやらしい感じで、いやらしくうるさくなってますけどまあディスプレイオーディオなんでね、カーナビの機能もなくて、ただカープレイっていうねうん、iPhone の機能とか Android Auto だっけ、Android のスマホを使えばその地図画面がここに出てくるという機能があれば、まあ正直十分かなという感じでですね、うん、だからあとね RC グレードってこういう標準の USB がなかったりするんで、うん、ナビと連動してる USB こういうねよくできてるんですよね、こういう車外のキット、純正の蓋を使って、うん、カバーを利用したそういうねあれもある。はい。あとねすごいのはねやっぱこう車種専用のこのカップホルダー、ね、今ちょっとね両面テープ緩くなってくっついてないんですけどこういうのがねぴったりだね。そう GR ヤリスやってヤリス用なんですけど、この辺はね多分パネル類はね一緒、共通なんでしょうね。であとはこのなんかオーナメントっていうんですか、うん、WRC の、うん、なんかこの証ですよみたいな、あと手引きのサイド、なるほど、うん、最近少なくなってますけど、うん、であとモードスポーツ、それ馬力上がっちゃうんじゃないの、大丈夫これ多分500馬力ぐらいになるって聞いたんだけど、ね、あんま変わんねえような気がする。ハイレスポンスハイパーになっちゃうよそれ多分まずいね、まずいよ、グッとしちゃうよ俺。トラックモードってのが50対50かなで、スポーツモードっていうのがリア寄りになるのかな、うん、でノーマルはフロント寄りになるのかな、確かそういう感じだと思うんですけど、まあ、どれが早いかでいろいろちょっと探りを入れてみたいなと思ってますけど、で、この見ての通り、トラックモードとかね、いうのがなんかありますけど、これスポーツ、トラック、ノーマル。でスポーツモードで、この、トラクションコントロールを切るボタンを押すると、なんとね、それアイドリングだよ。あ、これアイドリングストップの間違いだ。真ん中だ。こっちだ。これだ。これね、エキスパートっていうモードになるんですよ。なんかよくわかんないけど、多分全部カットされるんだろうな、このいろんなマークが、警告マークがつくんで。はい、エキスパートで、じゃあ僕はね、ぜひともエキスパートでね、走って。走りもエキスパート。走りもエキスパートになればいいんです。あとは、これ ETC の周りのスイッチ類に、インタークーラーウォータースプレーがある。それはオプションか。オプションだ、そうだ、オプション。確か5万円ぐらいだったと思うんですけど、違うな、もうそんなしないか、3万円ぐらいだったかな。インタークーラーウォータースプレーのね、はい、のインタークーラーに霧の水をぶっかける、装置ですけど、それがオプションで選べると。うん、で、このオートレベライザーもないよね。後軸も自分でコントロールする。まあ結構いろんな機能を省いてるような車になります。あとはこの車の機能だと、IMT。自動でブリッピングしてくれる。オートブリッピングですね。オートブリッピング。こんな。谷口くんがお気に入りの。さすがもうプロでもお気に入りの。こんなんは何のためにマニア乗ってんだよ、こんな気をつけやがってと思ったんだけど、一回乗っちゃうとね、やっぱあまりにも印象すぎてね、すごくいいっすよね。なんかちょっと衝撃もないし。これでもさ、なんか当時、これ使うとクラッチが減りやすいですみたいなこと言ってる人いましたけど、どうですかね。どうなんですかね。クラッチ開けてないからわかんないんだけど、でも衝撃が全然ないんでね、ちゃんとクラッチあれすれば、むしろこっちの方がいいような気もするんですけどね。ちょっとそれ、減ってる人に言ってくださいよ。下手っぺなんじゃないですか。どういうクラッチの詰め方してんのかな。どうなのかちょっとよくわかんないけど。あとはまあさっきのトラクションコントロールですよね。スタビリティコントロール。あとはね、これもね、GR ヤリスならではの、すごい機能。アイドリングストップですよ、これ。すごいよ、これ。普通のヤリスないですからね。あ、そうなんだ。通常モデルは。なんかこれをやったからといって、大した燃費に貢献しないとかいう理由で、確か、ビッツとかあったけど、ヤリスなくなったんですよね。なのに GR ヤリスだって、これもうほんといらないんですよね。いらないね。マニュアル車にいるとちょっと嫌なんですよね。なんか演出したじゃないけどさ、確かに走り出そうとした時になんか何を思ったか急に止まったりするから、うん、やめたいですよね。うん、あとね、競技グレードならではのこの安っちいこのペダルこのタクシーと教習車しか見たことないよ、これ。アルミでもない。確かに全然これでいいですけどね。うん、ちょっとね、減ってきそうな感じはありますけど、あとはなんかスマホを置くのにね、結構困るんですよね、この車。なんか絶妙にないんですよね。この辺にね、僕のスマホ置いてますけど、まあ普通に乗る分には全然問題ないかなと。あとは俺ぐらい背がでかいとここが邪魔です。ああ、多分普通の人はここにこうやって足が入るんだろうけど、こうやってなっちゃうんですよね。でかいね、180、190近いと。大谷翔平だったらもっと、大谷翔平もカップホルダーに当たってんじゃないの、俺、ダルビッシュとか。ここにね。ああ。こぼれちゃうよ。確かに。で、あとは、気になるのが、やっぱルーフ、ミラーの醜さ。見にくいね。この車ならではなのかもしれないんですけど、なんていうんですか、ルーフが下がってるんですよね、後ろ。だからね、自分の目線の、ミラーの位置が高くて、すごくちっちゃいんで、非常に見にくいですよね。結構デジタルミラーなんかつける人が結構多いですよね。で、今時ないぐらい自動ブレーキとかもそれ一切ないんで、もうこんなに視界のいい良好な車なかなかないですね。そんなもんですか。テレスコはどんなもんすか。テレスコはね、こんぐらい、何ミリかわかんないけど、結構チルトとテレスコはね、あるから結構自由利きますね。結構自分のポジションにはこれやっぱドライバーとしては合わせるの大事ですから、そこ重要だと。あとは、やっぱ今時、2020年ぐらいですか、ヘッドライトがもうオンかオートしかないですよね。ああ、なるほどね。だから、下に行くとポジション級。で、長押しする、オートの時でついちゃってると、これ長押しすると切れたりできる。止まってればできるんですけど、車速が1キロか2キロぐらいになると勝手にもうついちゃう。まあ安全っちゃ安全なんでしょうけどね。そうだね。無灯火多いからね。無灯火のバカが多くて、本当にもう。本当にもうね、休みのね、連休の時はね。なんで無灯火なのかなっていうね、夜。そういうやつのせいだからね、こういうね、機能がね、増えてるわけですよね。まあ、自動車メーカーも苦労してつけてるわけですよね。そうですね。はいはい。雨の日も皆さんライトつけましょう。そうですね。相手に見やすいですから。うん。それに加えてハイビームで走ってるやつもなんか眩しいな。カン君が大嫌いな。そうそうそう。まあそんな感じですか。うん。まだ乗ってて思うのが、まあ収納が極端に少ない。うん。グローブボックスがない。あ、グローブボックスはあるわ。それ S2000。それ S2000。グローブボックスしかない。ああ。逆に S2000 はグローブボックスすらないんで。別にそれはもうそういう車だとは思ってましたけど、まあグローブボックスだけしかないから、小物入れがね、例えばまあティッシュとか、なんかそういうのはね、ここに入ってますけど、なんか充電器とかね、ケーブルとか細かいものとかガムとか、そういうの入れるところがなかなかないんでね、まあちょっとそこが不便なのかなというぐらいですかね。まあオーディオがついちゃったんでね、まあ意外と普通に乗る分には快適かなと。まだまだオーディオとか内装取っ払うようなレベルじゃないし、今のところはまあそんな感じですか。そうですね。ちょっとじゃあ走ってみますか。そうですね。はい、はい。まあこの2ドア、まあ3ドアですかならではこのねとは言いつつもですね、一応4人乗りなんで後ろに乗ってみてもらいたいと思います。よっ、身長190、189だっけ、187だっけ、187の選手、ちょっともう首がダメです。首がもうたけしみたいになっちゃってるもんこれ。ダメだね。ヤリスバカ野郎みたいになっちゃってるねこれ。これでも意外とね、やっぱヤリスベースではないんだろうけども、この骨格自体どうかよくわかんないんだけど、でもね意外とやっぱ乗れの身長さえなければ普通に乗れるんですよね。足元だって、これでもう精一杯だな。ああ。でも、この足元で、これなんで。うん。まあ、86BRZ とか GTR よりかは乗れんじゃないかな。いいね。それよりはいける。うん。だけどやっぱルーフの低さがもう強烈すぎて。無理だ。もう、GR ヤリス症候群になっちゃいそうなんだよね。無理だ。もう、これで羽田から北九州とかに行けとかって言われたら俺。エコノミークラス症候群だっちゃうからなんか放送禁止みたいな用語が飛び交いましたけど、まあ後ろのシートはねぶっちゃけ僕はいらないですよね。そうだね。まあ別にあれ買いなよ2シーターにするなんかパネルGRMN ヤリスなんかはのサーキットパッケージは2シーターなんで、そうだよね。それのパネルがあるらしいんですけど、それでねシート取っ払ってなんだっけ車検の時にね変えられれば荷物積みになるからね、結構いいなっていうふうには思いますけどね。ってことで今3気筒エンジンかかってますけど、まあ、エンジンサウンド軽く、他のグレードと比べてもサウンドジェネレーターっていうかなんだっけトヨタの名称わかんないですけど、スピーカーから疑似的な音出すとかいう機能がないんで、あ、ないんだ。意外と静かっていうか、僕はこっちの方がいいんですよね。確かに。うるさいもんね、86とかもさ。そう、音いらないんですよね。確かに。やっぱね、この車の、やっぱ店のクラクション。おい！どうなってんだ、お前！おい、限定じゃないか、俺のアドレス V125S と一緒だよ、お前。なんだ、この音。1個しかなんねえじゃねえかよ。それラーマンですか？ラーマンです。見たい方はSXR の動画見てください。似てる。クラクションがもうピともう1個これ今1個だろうね。ほんとねアドレス V125 なんていうんですか軽量化なのかコスなのか知りませんけども省けるとこは500万円のね500万円もしないですけど一番高いグループで500万円しますから当然変わんない元ですけどね。まあそういうところに金かけてないと、あとねやっぱステアリングにもこのねオーディオナイクスしてねこの音量ボタンがあったりね、まあ配線すれば多分連動できるっぽいんですけど。なるほどね。うん。あと気になる点で言うとこのインタークーラーのウォータースプレーのスイッチがねここなんでちょっと遠いですよね。サーキット行って4点ベルトしてたら無理だね。届かないですよね、うん、いいのかな、ハザードだって遠くかかんない、場所を考えてもらわないとね、やっぱ S2000 とかハザードランプもこの辺に集まってたんでねああ確かにね、やっぱそれは使いやすかったなと思いますけど、うん、はいで早速ちょっと行ってみましょう。行ってみますか。そうあとオプションでね、何よりこの車はね見えない部分にいろいろ金がかかってまして、うん、私がつけたのは、うんGR の機械式 LSD、うん、全部でいくらだっけ60万だか70万だかコーチングでが入ってます、うん、まあまあクスコ製の、普通のね社外品とかっていろいろねそっちの方がいいんじゃないかとか値段的に考えてもいろんなご意見はありますけど、まあ、ちょっといろんな理由があってですね、うん、まあ私はちょっと GR のこの機械式 LSD を、うんつけてます、うん、まあそれに合わせて、まあ、ちょっとあるイベント行った時にこれをいじられてるショップさんその有名なレース出てるところにいろいろ聞く機会がありお話を聞く機会がありまして、結構速く走るとですね、まあ、サーキットとかでクラッチがねやっぱ結構熱でダメになっちゃうなんていう意見を聞きまして、うんまあ、変えられるので変えた方がいいよっていうことで、まあ、LSD やるときにねコーチンが丸々組んでねセットになってるんで、GR のクラッチ、うんもう入ってます。メタルクラッチがこれが大倉なんだっけ、大倉だったかな、そうそうそう大倉製、はい、大倉製のが入ってます。 LSD はねGR といつもクスコ製だったはずですね、うん、のあれがLSD が入ってて、だけどねやっぱねいろいろセッティングされてるんでしょうね。全然ね LSD が邪魔してくる感じがない。じゃちょっと行ってみたいと思います。あとはねやっぱLSD の邪魔な感じがまあ一切ないかなと、うん、個人的にはさすがメーカーだよね。そうねやっぱセッティングとかもう過激にはしてないんだろうね。今結構トレンドなんですけど LSD って低イニシャルで効かすみたいのが今流行ってるんで、まあイニシャルも多分低いんでしょうね。結構自然、うん、まあそれどういう時に感じるかっていうと、まあ、やっぱ目いっぱい切った時に車庫入れとかでね、うん、アクセルでそのままちょっと車庫入れした時とか全然邪魔にならないんで、うんまあ、感じる時といえばこういう大きな R でアクセル入れてる時に高速のインターチェンジとか、うん、アクセル離すとインに入っていくし、うん、踏めば外にグッて膨らんでるっていう感覚がやっぱ LSD ならではなのかな、うんまあ、そういうのは感じますけど、まあ、クラッチも全然癖なく。そうだ、ちょっとなんかミート少ない感じするけどね。それ以外は別にペダルもそんなに重くないし、うん、普通よりはもしかしたら重いのかもしれないけど、まあメタルクラッチ乗ったことある人からしたら全然普通だよね。うん、まあ、純正からするとねちょっとあれかもしれない。そうねちょっと違いはあるかもしれないけど。でこの IMT ボタンオートブリップね、オートブリッピングこれがねやっぱ優秀っすよね、うん、まあ今高速ですけどロー入れてもねもう一切アクセル組めてないです、うん、何の問題もありません。しかもさ僕もオートブリップ入ってるんですけどクラッチを切った瞬間に僕のは吹き上がるんですけど、ヤリス乗って結構切ってからシフトがこうレバーが入ってから吹き上がるぐらいの結構後から吹き上がる感じがして。そっちの方がね、なんか合わせやすい気はする。俺のだと、吹き上がり早くて、シフト入れるのに、早くしないと間に合わない。回転がドロップしすぎちゃって、遅れちゃうっていうのがあるんだけど、ヤリスはそれがない気がする。入れる瞬間に吹き上がるというか。うん、ちょっと違う気がする。あとはこの 4WD システム見てればわかるんですけど、うん、この駆動配分映ってるかな？全然映んね。あ、映った映った映った。これ、まあ今ノーマルモードなんでアクセルぶって言ってもフロントが寄りますけど、スポーツモードに入れるとリアが多い。まあそういう感じでトラックモードにすると多分50対50なんで下りだから同じだけ。この辺はね、まあ、サーキットとかじゃないとなかなか感じないのかなっていう、うん、まあ、あとは僕毎年氷上ドライブレッスンつってね、うん、氷の上スタッドレス履いて走るレッスン行くんですけど、うん、これはもういいかもろに四駆の性能とかがそうだね、フードハイムとか感じれるんで、うん、この辺でどうなのかなっていう、まあ、スタッドレスもし買ってれば、うん、ありだね、うん、行ってみたいな、体験してみたいなっていうのはありますね。ただ私も通勤とかね一切使わないんで、うん、スタッドレス買うのとこっちも同じなんですけど、うん、確かに、うん、通勤は別の車でね、うん、してるんで、これはもう本当にサーキット用がもうお遊び用が、うん、距離は伸びないですよね。うん、はい、という感じでヤリスの紹介は以上です。でまあ今シーズンは走るのかな、まあ、軽く車の素性を知るという意味でも、うん、ちょっと走ってみたいなと思って、まあノーマルの足ですけど、うん、まあ、久々にカン君も復帰ということで、ね、ちょっと楽しみにしてますんで、ダイブの方、うん、ヤリス界隈もね結構盛り上がってますんで、はい、いっぱいいますよね。そうだね、まあ結構いろんなチューニング様々の方がいるんで、まあタイムも様々ですけど、まあカンカンはライトチューンというか、それでどこまでいけるかっていうのをね、ちょっと楽しみにしといてもらえれば、はい、多分動画載ると思うんで YouTube に、はい、そうですね、うん、車載動画とかね、ぜひとも、うん、はい、そんな感じでじゃあ以上になりますんで、はい、ありがとうございます。Whoa, whoa, whoa, whoa.